ちは、ユニネイルのエリです。今日はミラーシェルフラワーをやっていきたいと思います。年間使えるアートなので、ぜひマスターしてくださいね。使用材料は概要欄をご覧ください。ベースジェルはシールのように剥がせるジェルを使っていきます。油分を拭き取ってから塗っていきます。オフするときに剥がすだけでいいので、私は最近これを使ってるんですけども、短期間でチェンジしたい人とか何度も練習したい人にはとてもおすすめです。ベースジェルはクリア感のあるピンク色を使っていきます。見た目よりもとても薄付きです。後からマットコートをかけるんですけども、この今塗ってる色よりもちょっと白っぽく仕上がることを想定しておいてください。爪先端の白いところはマットコートをすると今よりも目立たなくなります。貝殻を使いやすいサイズに割っていきます。薄いタイプのシェルを使用しています。お花の形をイメージしながらカットしていきます。サイズも大小いろんなサイズで割っておくと爪の上で大きさを確認できるので、少しだけ多めに割っていきます。こんな感じで何枚か割れました。クリアジェルを少しのり代わりに塗ります。量は少量で大丈夫です。5枚花になるようにシェルを並べていきます。お花の中央部分は少し隙間を空けるようにしてください。ここに後でラメが入るようになります。バランスを見ながら配置していきます。今度は別の色で貝殻を割っていきます。小さなお花を並べていきます。大小2つのお花が並びました。クリアジェルでシェルの段差を埋めます。完全に埋めなくても大丈夫です。未硬化ジェルを拭き取りします。スポンジファイルで表面をマットにしていきます。この工程はマットコートに置き換えても大丈夫です。アゲハジェルのチャームオンノンワイプジェル、こちらが人気で一時期品切れになってたそうです。ここでちょっとした裏技なんですけども、クリアブラウンで少し色をつけます。この色がついてることで線を引くときにちょっと見やすくなるんですね。今回はクリアブラウンでしたけど、クリアブラックとかその辺のお色は何でも大丈夫です。あんまり濃くなりすぎないようにすればいいと思います。こんな感じで少し色がついてるのがわかると思います。少しぷっくりさせるイメージで描いてください。ここまででうまくいけたと思ったら一旦硬化してもらっても大丈夫です。このチャームオンノンワイプのテクスチャーがすごくさらりとしてるのに流れてこないので、とてもこういう線を描くにはやりやすいなと思ってます。すみません、ちょっと画像がボケてしまってます。小さいお花の方も周りをぐるりと囲っていきます。線をぷっくりさせながら、少しいびつな感じがあっても大丈夫です。それがかえって味になりますので、そんなに難しくないアートですよね。このクリアジェルもとてもサラサラして描きやすいので、難しくなくスムーズに描けると思います。爪の端の方は流れてしまわないようにちょっと気をつけて描いてください。こんな感じで輪郭線が描けました。
この後硬化していきます。ここでミラーパウダーを使います。この固形タイプのミラーパウダーを初めて買ってみたんですけども、めっちゃ便利ですね。今まで固形じゃないのを使っていて、お客様の手と私の手がもう叶姉妹張りにキラキラになってたんですけど、これを使ってからはそういうことがなくなってきたので、非常にね、全部これに変えたいなっていう感じです。シリコンプッシャーを使ってミラーのパウダーをこすりつけていきます。分量を見ながら足りないようだったら追加してください。今回はブロンズを使っているので、ちょっと秋っぽいイメージで作っていますけれども、これをシルバーにすれば夏っぽいイメージにもなりますし、色によってね、イメージが変わると思うので、いろいろやってみてほしいです。デコボコがあるので、付け残しがないかチェックしています。余分なパウダーをブラシで払っていきます。100均で見つけたこのファンデーションブラシが柔らかくていい感じです。このラメのジェルをお鼻の中心にのせていきます。ミラーのところがブロンズだったので、それに近いものを今回は選んでいますけれども、これはお好みで選んでいただいたらいいかなと思います。こんな感じで2箇所に入れました。ここでマットコートを全体に塗っていきます。ミラーネイルの粉が取れにくいように一度ここでコーティングしています。全体がマットになりました。お鼻の部分だけにノンワイプトップコートをかけていきます。ハケで塗ると細かいところがちょっと難しいと思うので、大まかはこのハケでやってもらって、残りの細かいところっていうのは細筆で塗っていけばいいと思います。パレットにノンワイプを出して、あとは細筆を使っていきます。こんな感じのミニオーバル筆もとても使いやすいです。パレットにノンワイプを出してもらって、直接筆で塗っていくといいと思います。これで完成となります。マットとツヤのコントラストがこの後のポイントです。使用材料は概要欄にも載せています。わからないことや質問などがあったらお気軽にコメントください。参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。今後の動画作成の励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。では、またね。